はい、どうもこんばんは。沖縄おパパでございます。はい、えー。パナさんがね、さっきから飛び回ってます。そして、えー、くっつき虫になってます。はい。ねえ。ねえ、パナシアン。ねえ。はい、皆さんどうも、おこんばんはですね。もうね、夕方です。はい、えーとですね、えー、これ、インディープさんの裏ブログで、アースカット カタストロフレビューさんっていうのがあるんですけど、えー、その方の記、その中の記事ですね。はい、えー、前にね、ちょっと危惧していたことを伝えましたけど、あのー、茨城県のね、養鶏場ですね。そこで一つの経営者から、はい、えー、鳥ちゃんですね、鳥のインフルちゃんが見つかったんで、えー これどうなるかって危惧してました。一つの経営者からです。なのに、一つの経営者からなのに、すべて、そこの、養鶏所の鶏ちゃんを、処分してしまうということに決まりました。おかしいですよね。だって他の経営者で、出てないんですよ。一つの傾斜なんですよ。 はい。数箇所傾斜があってね。これあまりにもおかしいですよね。そう考えるのは私だけなんでしょうか。本当におかしいです。はい。えこれによって何が生じるか。はい。日本は過去最大になります。過去最大の鶏ちゃんの差の熱の処分になります。はい。もう1000万羽。はい。 超えてます。超えます。これで。もうとんでもない数字ですね。これね。えー、当たり前なんですけど、このことによって、卵の値段と鶏肉の値段は上がります。はい。でね、えー、こういうふうにね、なんで必要もないのに、はい。えー、そのかかってる、ね、その陰のフルフルちゃんにね、かかってる傾斜。 はわかるんですよ。でもなぜ他の経営者まで全部、全部、ね、処分してしまうんでしょうか。その辺が本当にね、おかしいです。はい。えー、土地狂ってます。はい。えー、まあね、えー、インディープさんの作者,作者さんによればね、えー、脳死状態だと言ってます。本当にそうですね。はい。えー、狂ってます。はい。 えー、必要のないものまで命を奪うのは人としてどうかと思いますよ。はい。そういうことです。必要のないね、命、なんていうのかな。あ必要のないね、えー、ものにまでね、そうやって手をかける。これね、本当にね、良くないです。はい、動物にもね、魂はあるんですよ。はい、鳥にも。 そういうことなんです。もうね、本当に罪深いと思います。はい。えー、これでね、どういうことが起こるか、はい、皆さんよく考えましょうね、ということです。本当にね、私たち、あのー、人としてね、あのー、生きるのに、大事な倫理観とかね、えー、命をね、いただいてるっていうね、そういった感覚っていうのを、 あまりにもなさすぎるっていうか、もう一度取り戻さないといけないなと思ってます。そしてね、大事なことです。これも大事なんですけど、備蓄です。頑張りましょう。えー、これによってね、またね、えー、いろいろね、卵の価格だったり、鶏肉の価格だったりが、また値上がりすると思います。もう避けて取れませんね。はい。えー、なので、えー、備蓄ですね。えー、お願いいたします。 はい。まあ、お肉の代わりに、まあ植物性の由来のものをね、増やしていくっていうこともいいと思います。まあね、虫なんか食べるよりはずっといいと思いますよ、私は。はい。えー、そう思います。はい。えー、それではね、皆さん備蓄もお願いいたします。ということでね。 はい、えー。ちなみにこちら今日アマゾンさんから届いた注文したものです。種を3つ買いました。これ全部ね、西洋野菜なんですけど、私の好きなものばかりです。はい。台湾料理に欠かせないエシャロットですね。こちらね、日本でね、なかなか売ってるところなくて、大きなスーパーに行けば、あ,あるんですけどね、えー、ベルギーエシャロットがね、輸入品の。えー、なぜか台湾とかね、 えー、C の国ではよくお料理に使うものです。なのでね、台湾料理にね、えー、これを焦がしてね、よくあのー、使うんですけど、えー、そのために買いました。あとね、えー、ビーツですね、ビーツ。はい。これもね、ソテーして食べると美味しいんです。あとこちらですね、えー、リーキネギですね、リーキネギ。はい。 え、ポロネギです。はい。これも私の大好きなあネギの一つです。ということでえ、今日はこのネギとね、あとこれから勉強するつもりの、ね、5本と、えー、ちょっとね、えー、同じ作者さんなんですけど、最近出た本、 を塗り絵ね、買ったんですけど、えー、絵があまりにも可愛かったんで、もう一冊もちょっと昔出た本みたいなんですけど、買ってみました。はい。まあ、そんなこんなでございます。可愛いですよね。はい。えー、それではね、皆さん、はい。生活を楽しみながら、備蓄をお願いいたします。そして、命を大事に、はい。命をね、いただいてるというね、 えー、もう一度おー、そういったね、認識に立ち返りましょう。今日も一日本当にありがとうございました。見に来てくださった方、本当に心から感謝いたします。また明日もね、元気なお顔で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。沖縄おばばでーした。<laughs>